学校法人工学館は、三重県伊勢市、神田久市本町に本部を置く、学校法人。工学館大学をはじめ、工学館中学校、高等学校を設置、運営し、新党に基づく教育活動を行っている。現在の工学館の起源は、1882年に設立された神宮工学館、及びそれ以前に置かれていた神宮教員に遡る。 伊勢神宮が近代以前に担っていた新職要請や浸透研究の分野を学校として整備したもので、明治時代から昭和時代前期にかけて内務省が管轄する管理の旧制専門学校、ついで旧制大学に発展、昇格したが第二次世界大戦終結後、 連合国軍最高司令官総司令部による日本の民主化政策の一環として出された浸透司令を受けて、官立大学であったがゆえに、神宮工学館大学は廃止された。しかしその後、1952年には、神宮工学館大学最高規制会が立ち上げられ、卒業生や元教職員などの関係者らによって、最高活動が続けられた。 1962年2月17日、文部省より大学設置認可が下り、同年4月25日に開学式が挙行された。1963年には工学館高等学校、1979年には工学館中学校も設置され、現在に至る。なお、本記事では、私立の学校法人としての説明に集中する。 戦前の官立学校時代については、工学館大学を参照のこと。長瀬戸陽井の広や浜町文平氏の田康尾桜井、勝野新岡田重生、上杉千里佐子、はじめきよしこぐし和尾。ありがとうございます。